デザイン科は、映像クリエイター、ビデオグラファー、配信クリエイター、こういった職業を目指す学科です。通信技術と動画需要の高い今、映像関連のクリエイターが非常に求められています。動画制作と配信のプロを目指します。視野を広げて確かな技術を身につけていきます。学校内でのこうライブイベントとかのカメラマンでしたりとか、あとこう授業内での課題の動画の編集とか撮影を行っております。楽しいですね映像制作基礎は動画の撮影から編集まで、映像の基礎を学びます。実際に自分たちで映像を撮って編集をしてみて YouTube にアップしてみたりとかっていう作業をしています。で、その授業を経て、友達のミュージックビデオを作ってあげたりとかっていう風にスキルを積んでいっています。動画配信実習は、配信の技術であったりとか、番組収録の基礎を学びます。実際に学校にあるライブハウスで、ライブ配信を、月1回、学生だけでやっています。プロの現場というかプロのアーティストのライブ配信のお手伝いに行ったりとか、普通のアーティストのミュージックビデオの撮影に参加をさせていただいたりとか、そういったインターンシップは行っています。ライブとかの配信の時のカメラマンとかやってると、やっぱりこう最初だとちょっとおどおどしちゃうというか、やっぱり今だともう安定した気持ちというか、ああこういう動きするんだみたいな感じで、こう自分でそれに沿って動けるみたいな感じにはなってるので、経験の数ほどこう現場対応力とかも身につくと思うので、やっぱりそういう面ではやっぱり場数をたくさん踏めたので今の自分があるのかなと思ってますね、はい。映像デザイン実習は動画のエフェクトソフトの、基礎を学んだり、ミュージックビデオや映像作品の制作手法のイメージと分析を学びます。スタジオ実習はプロの現場と同じようにスタジオを組んで、実際に機材に触って、授業を行います。これらの授業で映像業界に強い人材を育成しています。プロの現場と先生がいつもそばにある環境です。授業やインターンシップを通じて映像のプロフェッショナルを目指します。映像の学科の講師の先生は、全て企業の方で、実際に普段お仕事をされている方なので、プロの話を、常に聞ける環境にあるっていう、ところですかね、はい。インターンの多さがやっぱり桁違いでしたね。やっぱりそういう面だとこの学校はとてもいい場所だなと思いますね、はい。今もちょくちょく連絡取ってるインターン先の方とかもいるので、やっぱりコミュニティが広がるっていう感じはしましたね、はい。将来はそう、この自分が携わった動画とか映像とかでこうその人が何かを感じ取ってくれるような動画を作っていけたらなと思っております。通信の高速化によりますます動画は、身近なものになってきます。コンサートやイベントなどの配信もさらに日常的になってくると思います。需要が見込まれている業界でオリジナリティのあるクリエイターが求められています。本校で技術とセンスを身につけて映像業界で活躍しましょう。